はい、ということで今見てもらってるように、今回はですね、フェイユーテックのジンバルをご紹介したいと思います。ということでフェイユーテックのジンバルはね、こんな感じにあのカメラ一体型となったやつなんですけど、これでね、旅行動画とかをねシンガポールで撮影してきたんで見ていただきましょう。でこのように持ってるだけで普通に流れるようなね、撮影方法で撮影することができます。バスの中でも飛行機の中でも手ぶれをせずにスムーズに撮ることができます。で機能としましてはね、このように、いろんなモードがあるんで 4K とかね、スローモーションとか 4K30p フレームとかね、 1080p の60フレームとか、いろんな、撮影画質があります。他にもいろんな、システム設定がありますんで、そちらもねなかなかいい商品ではないかと思います。ということで今回はフェイユーテックサモンかスモンって読むのかなのジンバルカメラでした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。